今気にすることじゃねえか。いいタイミングだ。相棒らしくなってきたな。キモ、くどいてきやがった。お断りだ。乗りな。はい。やばかった、逃がさねえってか。誰が逃げるかよ。ぶちのめしてやるぜ。さて、待ってろてカブツ、引きずり下ろしてやるからよ。なんだこれ。相手にならねえよ。次、おばちゃん。乗ってみるか。
で上へ。シャワーくらい用意しとけ。降りろってな。わかったよ。Yeah!
本気だ。やる気かよ。直通エレベーターはなしか？ヘボ設計。
さて、戻ってきたぜ。借りを返さなきゃな。ここにも使えんのかよ。さすがにここまでは来れねえよな。は、誰に言ってるんだ。王様気取りか？見てやがれ。寂しかったか？ゴミ野郎。ダンテはいねえのか？干からびたにしても死体はあるだろう。わざわざ死にに来たか。喋れんの？ユリゼンだっけ？名前などない。俺は絶対的な力そのものだ。七死野郎か。墓にそう刻んでやるよ。愚かな人間め、もがき死ぬがいい。もう足手まといじゃねえぜ。どこまでも命を無駄にしたいようだ。こうぞ見つけらぼう。
やっと一発入れてやったぜ。人間ごときが悪魔の力すら持たぬ分際でよくもやってくれたな。チリアクタのごとき貴様がこの俺に傷をつけるとは。なんだ。後悔させてやる。人という無力な存在に生まれたことを。貴様に真の悪夢とは何かを教えてやろう。その悪夢の中で絶望を抱き、そして死ね。貴様もチリとも力を見せてやる。貴様のようなこの人は逃げ場などない。所詮は人間、脆弱な存在よ。人間などに生まれ落ちたことを恨むがいい。